皆さんこんにちは。フリースタイルフットボーラートミーです。フリースタイルフットボーラートルです。よろしくお願いします。前回ですね、運動会の動画が上がったと思うんですが、参加していただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございます。ですね、次4月頃にですね、また運動会やりたいと思いますので、ぜひご参加よろしくお願いいたします。他の人も待ってますので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。もう結果的に言うとですね、トールくんまた負けちゃったじゃないですか。はい、トールくんのね、せいで俺のせい、トールくんのせいで、やっぱリーダーのせいじゃないですか。まあ、一応僕のせいですね。はい、みんなもエアゲームやってしまい、本当に申し訳なかった。あれは見事辛い思いをしていただきました。やってもた。はい、ということでですね、本日久しぶりにやるのはこのゲーム。よいしょ。トランプやっていきたいと思います。あ、リハよりも上手じゃないですか。ほんまに強いわ。リハさん途切れ途切れだったんですからね。途切れだな、これ。はい、内容はですね、ダウトやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。レッツゴー。デデン。ということでですね、いつも通り向きを変えてですね、場をやっていきたいと。いつも通りですね、いつも通りですね、やっていきたいと思います。もう手札の方は配っております。もちろんですね、手札が先なくなった方が勝ちになってます。本日はもちろんそのっちもご参加でやっていきますが、まあ、そのっちが勝った場合は2人とも罰ゲーム。もうわけわからないですね。で、トールくんが勝ったら僕が罰ゲーム、僕が勝ったらトールくんが罰ゲームということでやっていきます。これベース何役ですかね。ベースはジャッジメントです。ジャッジメント。不正行為はベースが全部もう取り締まりますから。いきましょう。ティディン。はい、これでしょ。イエーイ。ということで、僕が一番からやっていきます。よし。お、これいいんじゃないですか。じゃあ、僕から1からやっていきます。はい、お願いします。1。3。3です。3。4です。5 6。じゃあ僕7で。7、本当にこれ合ってるかどうか分かんないですかね、これ。9。もうたまりましたよ。たまってるね。ここでここでちょっと誰かが攻めないと。10 11。お、12。ダウトしないですか、誰も。12 13。お、こっからさあ、もう1周回りました。1周回りました。1が2枚2枚3枚3枚。うわー、これは3枚って攻めてるよな。いや、2 3 4。これはたまった。もう、もう山札だ。6。ダウト。あそのっちやりました。そのっちやりました。やばい、これはそのっち。ないな、これ。そのっちダウト強かったんですよね、さっき。いいですね。見事2枚出しました。6。うわー、トミーさんナイスだ。ちょっと余裕が出てきたんで、僕パン食べます。余裕が。もう僕手札これだけですね。じゃあ、あのパンのレビューしながらやってください。僕が食べるのは山崎の大きなメンチカツ。はい、そのうちさん手札いっぱいある。7 7 7。3枚。8。お9。ダウト。9でございます。マジか、トミさん強いな。さっきビルだったのに。本当に10か。10。次は10ですね。僕もなんかパン食べようかな。トミさん余裕っすね。今そのっちが手札がありすぎて今見切ってます。2つぐらいに山札分けてます。いけ。2枚。11。いや、ダウト。
まあまあまあ、このマックがそんなことないでしょ。いや、なんか、わかんないけど出しちゃおうみたいな。11、12、ダウト。おぉ、やばい、いけるかな、これ。大きなメンチカツって13。メンチカツが防御したんだね。1個丸々入ってるんですね。13、1、どこのメンチが一番好きですか、コンビニ。ダート。全然話進まん。メンチカツ、あの、なんかセブンのホットスナックコーナーって言うんですけど、セブンは僕よく食べますね、メンチ。でも僕の地元に北千代田市にめちゃくちゃうまいメンチカツ屋さんがあって、週1では食べてました。部活の時、うん、食べました。3が3枚、4、5、ダート。静かに回収した。6です。7、ダート。イエーイ。お、8でございます。ダート。8でございます。ちょっと待って、僕1位かもしれない、これ本当に。9です。9は3枚。ラスト。あ、待って、はい、10。あー、じゃあダウト。おー、おはようございます。トミさん、お疲れ様です。そのうちに全然山札を分けても僕とトールくんのただの勝負だったので意味がなかったです。あ、5枚。いきなりメンチカツが美味しくなくなりました。じゃあこの重いメンチカツを食べた後に罰ゲームやっていきます。胃袋シャッフル。はい、ダウトの罰ゲームということで公園に来ております。頑張れますか。今日はちょっと寒いのでちょっと罰日和じゃないと思うんですよ。そんなことないんじゃないですかね。今日はやめません。やりますか。やりますか。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。違う取りますよ。僕今回僕じゃないんで、トミーさんなんで受けてもらいます。今回の罰ゲームはクラッチバランスゲームです。クラッチバランスゲーム。はい、クラッチバランスゲーム。なるほど。知ってます。知らないです。あ、ボール使うんです。使います。ボール使います。ボールクラッチした状態でこの2箇所にコーンを置いてあるんで、これを逆の手でこう触ってもらいます。こっちを見て、これを片足10回、10回終わったら今度こう手使わないで組み替えて、また左右10回、左右で2往復を2セットやってもらいます。2往復を2セット、だから40回。そう、40回です。落としても最初からです。マジ、はい。はい、という感じでやっていきます。はい、死ぬ前に意気込みを。かっこいい。いやちょっとですね、今日寒くて今ボール乾燥してるんで、はい、クラッチするときにちょっと滑らないように集中してやっていきたいと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。きついな。いきます。はい、距離が危ない。これきついですよ。4、5。待って、つらい。まだ1セット終わってないですよ。7、8、9、10。よし、おー、やっと終わりました。あ、はい。もう一回でございます。最初からだ、これ地獄だ。やばいよ、これ。これ地獄だ。頑張りー。
か。7、8、9、10。よいしょ。見どころはあれですよ、組み替える滝。はい、早くやってくださいよ、早くやってくださいよ。逆足からいきます。逆足から1、2、3、4。いいでしょ。たまにカメラに描くください。8、9、10。おお1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おっしゃ。1、2、3、4、5、6。腰痛い。あの一回一回ちゃんとこう体を起こしてくださいね。トレーニングにならないですからね。7、8、9、10。さあラスト。よし。あ、よし。いけたかもしれん。よし。じゃあ油断は禁物ですよ。7、8、9、10。終わりですか。2セット終わりです。いかがおろしていいですか。よし。あーやばい、これ2セット2回、もう1回あるんですか。 OK、 あと1セット、あと1セットやる。これあ、OK らしいです。 OK、 終わり。どう、なんかリアクション微妙だったんでもう1回やってもらえます。じゃあ僕リアクション微妙って言うんで、ちょっとトールくん違うでしょ、だって僕勝ったんですよ、ダウト。なんでトールくん、なんで一回ちょっとやってみ、一回リアクション微妙って言うけど辛いからね、これね。一回やってみ。じゃあですね、トールくんが実際にやってみたいと思います。いや、なんで俺やってくれてるの。よーい、スタート。1、あ、起こして。2、あ、いいよ。そう。3、はい。4、カースが。5、カースが。はい。5、はい。5、はい。6、カースが。4、1、カース。あ、カースが。鶏見て。8、はい。8、9、はい。ラスト。10、はい。交換、せーの。うい。あ、待って、いけるな、これ。数が。これ、オッケー、そのうちオッケー出してます。オッケー出します。よし。いや、ちょっとですね、なかなか簡単でしたかね、どっちかっつったら。いや、簡単そうに見えるけど、まあ、2、3回落としてるからね、これね。明日響くやつかもしれないですね、これ。はい、クラッチバランスゲームやってみてください。またご視聴お願いします。トミーでした。俺はいないです。